はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。沖縄から帰ってきました。最高の旅だったと思います。ちなみに来週、壱岐に行くんですけれども、壱岐ももうすでに満席となっておりまして、また最高の旅が更新されそうな感じです。いやー、楽しいですね。そして春がやってきました。僕が沖縄に行ってる間、とてもいい天気だったんですけれども、こちら日本列島では大きな突風が吹き荒れていたようで、おかげさまで、花粉が一気に飛んじゃったみたいなニュースも飛び込んできてですね、僕はもともと花粉症持ちなんですけれども、今年はなぜかファスティングのおかげなんでしょうかね、腸内環境が非常に改善されておりまして、ほとんど症状が出ないという非常に楽な春を過ごしているわけです。そしてそんな花粉でいつも苦しめられている3月もそろそろ終わりに近づいているわけですけども、まあ本当春だなぁと思って、もうワクワクしかないですよね。で、5月になりましたらまたベンツ旅をするわけですけども、沖縄から帰ってきて一つまた大きな変化がありました。変化というか待ち望んでいたものが届いたわけです。それは何か、こちらです。割と勇ましいピアノの音が聞こえてると思うんですけども、そうなんです、阿部敦さんの新譜玉揺らが届いたわけです。昨年9月に録音はしたんですが、それからいろいろちょっとありましてですね、リリースするのが遅れてしまったんですけれども、ようやくとですね、この春にお目見えとなったわけです。今かかっていることは第一チャクラ稲荷大明神ということなんですよね。第一チャクラがなぜ稲荷大明神か、その辺はですね、こちらの本にも一応詳しく書かれておりますけれども、元はですね、僕らの魂が地球に放り込まれた理由というところで、その辺のまあエッセンスが書いているわけです。しかしその稲荷大明神と第一チャクラをきちんとイコールに結びつけたのは、まあこちらの本で改めてということなんですけれども、まあ言ってしまえばですね、第一チャクラもう全てですね、第一チャクラが整ってないと、活性化されてないと、まあいわゆるその生命に直結しますので、もう生きてないとの同じなんですよね。なんかスピリチュアル系でですね、いや第一チャクラよりも、だから第七チャクラとかですね、まあそういった工事上の方ばっかり目指す人いるんですけれども、いやいやいや、それじゃ生きてませんって、下から順番に大切なんですよね。もちろんですね、上からドカーンと整うこともあるんですけれども、やっぱり人間の営みとしてですね、やはりまずは、第一チャクラ、もう人間の生命そのものにフォーカスする必要があるということなんですね。いや、その第七チャクラとかですね、もっと言うと第八チャクラなんてのは、まあ、アトリだったら十分と向き合うことができますのでね、今まあね、そのいくつになってもですね、第一チャクラの輝き、決して忘れてはいけないということになります。で、こちらの本にね、そのメソッドみたいなのが入ってますし、まあ実際あの魔法使い養成講座ってのやってるんですけれども、そちらでもですね、詳しくですね、この辺のチャクラの対応についてはお話ししているところです。まあ通常ですね、チャクラっていうと第1から7までっていうふうに言うんですが、僕はどうしても8なんですよね。で、第8チャクラまでっていう方も最近増えたような気がします。まあ第1は順番に2、3、4、5、6、7といくわけですね。で、8はこの辺にね、やっぱり自分のオーラというか肉体から離れたところのエーテル体というのは実はありましてですね、その先端にやっぱ第8チャクラとあります。いや、もっと言うとですね、第9とか第10もあるんでしょうけども、まあ今のところはですね、第8ぐらいが割と自分でなんかコントロールしやすいというかね、まあ触れやすいというところでやってます。とはいうものですね、やっぱり第1チャクラですね、第1チャクラがとても大切っていうことは間違いありません。第1チャクラの色は赤です。で、これヤントラなんですけども、はい、魔法使い養成講座でもこちらのヤントラを使うわけです。8つのヤントラってのがあるわけですね。その一番ベースになるのが第一チャクラということですね。で、場所はまあいわゆる極部になるところですけれども、まあとりわけですね、生きるエネルギーっていうところですね。生命力、まあそれは性的なエネルギーっていうのも含むわけです。特にフロイト的に言うとですね、やっぱり性的なエネルギーっていうものが全ての根源であるという、まあいろんな学説はあるんですよですね。その辺というのはまあ僕はあんまり否定することはないかなと思います。というのはですね、まあ僕自身ですね、まあなんていうのかな、それはまあ思春期とか20歳とかですね、その20代とかに比べるとですね、その辺のところはだいぶその落ち着いてね、なんか取り扱うことはできてはいるわけですけども、ただですね、その辺
が本当なくなってしまったらクリエイティブっていうのがだいぶ損なわれると思うわけですね。まあ幸いのことながらですね、僕はもう一応肉体的には50歳超えてるわけですけども、まあその辺のですね、なんつうかな、欲望っていうのは、まあ全然枯れてはいませんよというところですね。まあ絶倫かどうかわかりませんけれども、まあ人並みに以上わかりませんね。それが人と比べたことありませんけれども、まあそこはね、大切にしている部分ではあります。まあそれなりにですね、なんかね、そういうところにも興味がなくはないという、まあその辺の話はともかくとしてですね、やはりその性的なエネルギーとかですね、もっと言うと根源的な生きるっていう生命力っていうのは とても大切ってことです。まあそういった意味ではですね、こちらの音源も、きちんと活用できるんじゃないかなと思います。ちなみにその玉揺らはですね、88の鍵盤でピアノありますよね。それをですね、8つに分けてるわけですよ。で、1,2,3,4,5,6,7,8 っていうことでですね、まあそれぞれ調整もあるわけなんですけども、まあやっぱ一番ね、目はやっぱり低い音程からいくやつだよね。で、まあ最初にだだだ上がっていって最後はまあヒーンってですね、まあ第8チャクラは非常にその高いところでやっていくわけなんですけども、まあうまくできてるんだなと思います。88の鍵盤、四国編の88箇所ですし、8というね、無限の数字ということなんですね。で、ちなみに前田夏美さんからですね、教えてもらった、体操というかですね、もうこれ1個やっとけばいいんじゃないかなというのがあるわけですね。これ自力、他力、宇宙力っていうのがあるんですね。これ、ね、ぐーっと8の字を書くという体操があるわけですけども、ぜひその辺はですね、まあこれからね、ほんとね、王道になると思いますので、僕はそれに出会ってからかなりね、体も柔らかくなりました。体が柔らかくなったらですね、宇宙からのメッセージを受けやすいっていうことなわけですね。で、宇宙からのメッセージを受けるためには、まずどしっと第一チャクラを整えることが大切ってことです。で、今日はですね、まあ久しぶりにその魔法をね、かけたいと思うわけですけども、まあこういうね、クロスを使うわけですね。なぜクロスを使うかというと、タントラ、つまり陰ですね。まあ、不動明王の真言とね、陰だってこういうのが、サマンダマーズ、ヘンダマーズ、ムンタラカンマンであるわけですけども、それに対応した第一チャクラの陰というのがあるわけですね。それはですね、一応、まあ、密教的なところから来ていますので、こちらで YouTube では、そのまんま公開することは非常に難しいということなんですけれども、こちらのヤントラと、そして今から唱えます、マントラですね。マントラも一応、小さい声でね、言わせていただきますし、口元も隠させていただきます。そして陰も隠させていただきますけども、まあ、それは今聞きながら、それをね、ガーンとね、受けていただきたいなと思います。では、じゃあ、もう単純にインストールしたいと思いますので、第一チャクラですね、活性化させていきたいと思います。ありがとうございました。何か第一チャクラにズドーンと、まあズドーンじゃなくてもビリビリでもいいんですけどね。何かしら体感を感じたら、あ、効いてるんだなと思ってください。もう命の源を非常に非常にね、ベーシックなところで大切なわけですね。まあちなみにですね、まあ今ちょっと魔法という形でご提供させてもらったわけですけれども、どういうふうに活性化させるか。例えばまあいろんなね、スピリチュアル系、ヒーラー系の方が言われると思います。まあチャクラに詳しい方ね、僕以外にもたくさんいらっしゃると思いますけれども、一応ですね、まあ赤っていうのは非常に大切だっていうことは多分共通すると思いますけれども、まあ、この本によるとですね、それが欲ですね、欲をね、捨ててはいけないと思いますね。
この本で言ってるのはですね、そのチャクラを閉じさせる亡霊というのが存在するんですね。その亡霊と何かあったら、それは、思い込みですね。リミティングビリーフっていう言い方をしています。じゃあ、この第一番目のチャクラを閉じてしまう、リミティングビリーフ、亡霊とは何かっていうと、欲張ってはいけないっていうことですね。欲を持ってはいけないということですね。いや、欲大切ですからね。めちゃめちゃ大切ですよ。食欲、性欲、睡眠欲、排泄欲、名誉欲、いろいろあると思いますよね。なんか欲張っちゃいけないとかね、いろいろとネガティブに捉えられることあるじゃないですか、欲ということに関して。いや、そんなこと思う必要ないですから、欲張って欲張って欲張って欲張りまくったらいいわけですよ。ロレックス欲しいですか、ベンツ乗りたいですか、ロマネケンズ乗りたいですか。いや、僕は全部欲しいですし、もう世界各国ね、いろんなとこ行きたいですよね。でも楽しいことで、ウェーってやりたいわけにまくりたいわけですけどよ、ほんとね。もうほんと、自分の欲っていうのね、捨ててしまったらもうね、試合終了というかね、生きてても思わないっていうことなんですね。だからね、その欲を捨てろってことは悟りに近いとかスピリチュアルなね、生き方に思うかもしれませんけども、ちょっと待ってくださいよね、とこのスピリチュアル系のね、なんかまあ、別にスピリチュアルをね、なんか揶揄してるわけじゃないんですけれども、なんかそういうね、なんか悟りとかなんかそんなこと言っておきながら、なんかもうすぐ悩んでる人いるわけじゃないですか。ね。なんで悩むんですか？悩むのやめてもらっていいですかって言いたいわけですよ。悩むっていうことは何かあったらそれぐらい欲があるってことなんですね。だったらさ、欲認めちゃいないよ、言うって感じじゃないですか。欲、認めましょうよ。なんか欲を捨てれば悩みから解放されるとかじゃないんですよね。欲をまず認めた上で、さあどうしようかってことなんですよね。いや、欲望はね、ですね、捨てることもできるかもしれませんし、まあそういう修行があるちゃあると思いますよ。まあいわゆる上座部仏教とかですね。まあそういうのあると思いますし、世界各国ですね、自分の欲を滅することによって、まあ悟りに導くってのはあるかもしれませんが、でもそれの、やりたいならそれやってもいいと思うんですけども、僕そっち側じゃないんですよね。まあ欲を持ってそれをきちんと認めて、それできることをやろうということですね。地に足をつけてガガガガってやっていけばいいわけじゃないですか。やっぱお金、どうですか？まあ、これ第3番目にやりたいと思ってるんですけども、お金、やっぱ欲しいですよね。素直に、素直に、素直に欲しいと思いますよね。その欲っていうのを自分で封じ込めてしまったら、まあ、いつまで経ってもなんか自分の思い通りじゃない、好きなように生きることが遠のいてしまうってことなわけですね。で、欲を認めるってことですね。で、欲を認めた上で、まあ、メソッド的には、禁欲をしようということですね。例えば、今最近やってるファスティングなんか僕そうですね。プチ断食ってことですね。あ、俺腹減ったなというこの欲と向き合うわけですよ。でもというですね、まあ一週間ね、大体一週間ぐらい、まあ僕もね、滝行、まあ意味しくも今日から始めてるんですけれども、ということは、1,2,3,4,5,6,7,8、8日目はですね、お礼の滝ですので、あ、そうか、いいな、これいいな、毎日やります、毎日、明日2番目、明後日3番目な感じですね、ぜひやっていきたいと思いますけれども、この流しながらね、はい、禁欲っていうことが大切なわけですね、特に男性の方はね、一週間ぐらいね、まあ、性的なね、禁欲、やってみるといいと思いますよ。なんか、いろんなことがね、愛おしくなってくるという感覚になりますので、いや、もう私そんな年齢じゃないとかね、言う人いるかもしれませんけれども、いや、そんなの関係ないですよ。だったらね、いや、もうなんだろう、そのね、もう欲まみれになって、まずはそこから火をつけることが必要なんじゃないでしょうか、ということです。欲を捨ててはいけないですね。欲張ってはいけないっていう亡霊は、浄化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 っていうことですね。ではですね、はい、新婦の玉ゆらも発売中でございます。発売開始。実はですね、もう、Facebook と Twitter ね、で、ちょっとアナウンスしただけで、かなりドカドカドカーとね、何十枚と今売れてる状況ですので、まあ在庫はまだあると思いますけれども、気になるなと思う方はぜひ、概要欄に、カズというですね、ジャズレールでございますので、そちらからお求めいただきたいと思います。以上、第一チャクラ、欲を大切にでした。ありがとうございました。